大晦日、格闘技ファンにとって忘れられないことがある。かつてディープ、ドリームなどの舞台で活躍した宮下智也、ギロチンの名手と呼ばれた彼は2010年11月、突然の病魔に倒れた。その後彼は約1年間の長い闘病生活の末、翌2011年の大晦日に息を引き取った。わずか30歳の短い生涯だった。彼が最後に書いた遺書には強い復帰への思いが散りばめられていた。その思いを乗せて戦うファイターがここにいる。現役高校生ファイター堀内優馬。生前の宮下が弟のように可愛がり手塩にかけて育てた若き MMA 戦士。宮下が最後まで立ちたいと願った大晦日の舞台、堀内がその夢をつなぐ。その堀内の前に立ちはだかるのは尾張名古屋の殴り者、加藤直行。いつでも誰とでも真っ向勝負。その狂気の拳で常に剣を狙う男、大晦日に危険な男が降臨。殴り者の恐怖、とくとご覧あれ。兄貴分宮下智也がたどり着けなかった大晦日夢の舞台、今日の勝利はその宮下のために。堀内優馬、決意の出陣。オープニングファイト、ディープフライ級5分2ラウンド、加藤直行 VS 堀内優馬。
なお、本番ご提示の選手がインデーションなどでございます。ファイティングロードプレゼンツディープドリームインパクト2014大晦日スペシャルオープニングファイト第1試合です。画面奥になります。白と黒のトランクス堀内優真、対する黒いトランクス、こちらが赤加藤直幸です。放送席解説小牧堀内さんでした。よろしくお願いいたします。まずは加藤さん、VTR でもあったんですが、この大晦日確かに特徴的な試合です。 OK!今日も一緒にケージに立つつもりでやりました。まだこれから宮下さんのことを広めていきたいと思うし、俺が広めなきゃなって思うので頑張ります。ありがとうございました。見事な勝利、堀内優真選手に場内の皆様、今一度盛大な拍手をお願いいたします。さあ、ということで2014年大晦日オープニングマッチ第1試合は堀内優真1ラウンド30秒、見事なナックアウト勝利で飾りました。